永州の境には一般の者を惑わす名根校が配置されている。ここに入って来られるということは別の海域のものだな。伝承様、私のことはソースンとお呼びください。空想、ここに来たのは香料を購入するためか。本白登竜香、珍しい名前だな。天候発揮にはそんなものがいるのか。こうしよう、空想の若い。合甲府に5日間招待する。私がこの5日のうちにその香料を作り出してみせよう。つまり永州にもその香料はないということですか。うむ。だが私がそれを蘇らせる。天将、これはどういう意味だ。この小娘は先ほどの舞台でそなたに加勢したものではないか。私の考えを指示したのではなく、彼女自身の考えを言ったまで。香りは調香師が気持ちや考えを伝える手段。私が彼女に反論しなかったのは、彼女の考えが正しかったからです。もういいだろう。香合わせも終わったのに、また言い争いをする気か。円君、皆の前で天将の優勝を認めたのだ。今さら取り消すとは言わないだろうな。福君、ご安心ください。確かに景品のお香をお持ちしました。しかしながら、円君はあなたより年長者です。天将様が大衆の面前で、円君に恥をかかせたのは少々やりすぎでは。それにここで再び天将様を称賛したご本人に会われたのですから、疑いの目を向けるのも当然のこと。福君、こうしたらいかがでしょう。罰として彼を6時間外出禁止にするのです。先ほどの口合わせでは我々は合甲府の顔を立てたのです。合甲府もこちらの顔を立てていただけませんか。節制の言うことには一理ある。我が合甲府も譲歩すべきだ。天将、調香室に行きなさい。はい。若様、あの節制という男、ただ者ではないようですね。これから彼とも何か関わりを持つか占ってみます。彼を相手にすると気づかぬうちにこちらがいろいろと損をしそうですので。若様も宋先生からいろいろ学び、ますます君主らしくなっていますね。彼は食火炎の者、私たちは今合甲府に住まわせていただいている身。すぐに彼の信用を得るのは難しいかと。そういうことでしたか。
鍵はかかっていない。香辛香には五種の香りがあると言われている。酸味、甘み、苦み、辛み、渋みの香りがあるというものもいれば、花、木、茎、葉、実の香りがあるというものもいる。どんな香りだと感じる？五味雑沈か。なかなか良い答えだ。この程度の罰は何でもない。ちょうど本白登竜口を研究する時間ができたしな。何もない。無だ。まだ我々は知り合ったばかりだ。私の考えや気持ちをこのお香に込めるわけがない。それに、私が禁足の罰を受けたことも、関係のない者が謝る必要もない。客室を用意させた。入浴し、よく眠るといい。